絶対4着だったですからね、ちょっとショックだった、ショックの方が大きかったですよ、ね、ショックの方が、はい、本来なら残らなきゃいけない、うんうん、ですよね。まあ最終日1着だったし、そうですね、はい、うん、まあ予選も若いもんがそこまで来てましたけども、おいでおいでという感じで、いやいや一生懸命ですから常に、はい、そうですね、明日も頑張ります。今回で年内予定ではラストですね。ラスト、はい、もうあの追加も来ないんで、はいはいはい、追加走っとるからもうここで、はい、しっかり締めて帰りたいです、全力で、はい、あの来年の夏ぐらいにはもう500勝目標なんです。あと15勝ですからね、はい、そうです。今485なんで、でも今年23勝ってね、明日近藤さん一緒でしょう、はい、大先輩、そうです、はい、もう530ぐらい取られてるんですか、もう結構いってますね、はいはい、追いつきたい、追いつき、はい、はい、頑張ります。来年の目標は500勝達成もあります、ね、はい、そうですね、はい、取りました、退職金アップ、そうなんですか、はい、違う違う、ね、